おはんでございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。3月の21日でした。今日、佐渡愛花のこの体育館で3日間にわたって、いや開催されとったその第18回の版画甲子園ですか、全国高等学校版画選手権っていうのが最終日で、今日表彰式と閉会式があったわけです。皆さん、カバン持ってきて、体育館カバンがもう一箇所にいっぱいこと置いてありまして、表彰式終わったらみんな帰るんだなという感じでしたけど、14校、両津と佐高佐渡の2校含めて14校が参加して、結局対象が青森県の高校だったみたいなんです。対象っていうのは、まあ対象はね、どうであれ子供たちはその佐渡へ来て3日間、まあ、取材から始まって構想を練って下書き書いて、まあ掘って版画吸ってっていうのは、そんな感じでやったわけですわ。まあそれはもう皆さんもう対象に値するような頑張りだったと思います。夜中までずっとかかってやってたわけですから、まあ子供たちもいい思い出になったんじゃねえかなと思っております。まあこれ3年5年10年後にまた佐渡へ来てもらおうかな、来てみてえなと思ってくれれば幸いだと思っておりますが、今日の表彰式の時にちょっと近くにおった、その関係者というか、まあ親だねえかなっていう人に声かけたら、その個人賞でまあ表彰されたもんで神奈川の方から来ましたって言うとおりまして、わざわざそのために来たっちゅうことなんですわ。へえと思って、もうこれようそんなんで、まあ、表彰するから、まあ、来るっていうことはよっぽどそこの学校その親御さんも、版画というかそういう美術の関係でこのなんていうか気合が入っとんだなと。版画甲子園っていうのは、まあ、一部のというかそれなりの方々には、高校生にしてみればよっぽどかなりの、目標になるようなというか、まあ、そういう大会になってきとんだかなと思いました。まあ、熊谷のその高校の先生、印刷の先生にも大会の途中話で聞いたんですが、版画甲子園目指すためにその学校へ入りてって版画をやりてって入ってくる子どももおるということで、まあうちらからしてみりゃ、ちょっと想像がつかんぐらい、そのまあ野球の甲子園と同じように、美術の方でも版画の方でもそのみんな一生懸命なっとるんだなと、この意外なところがあったというか、ちょっとたまげております。まあ3日間丸々3日間も掘り続けて、先生に聞いたら、掘り続けた子どもたちはどんな感じですか、感想ですかねって言ったら、もう終わった直後はもういいかなって思うんだけど、まあ、帰りの船の中かなんかでなると、よしまた来年はどうしようこうしようっつってみんなで話し合って、来年の早も来年のことで、何しか気持ちが来年に向こうで頑張っとるっつうか、もう向けて気合が入ってくるんですよね、なんですね、高校のその先生は言うとりました。まあそれぐらいの版画甲子園になってきとるんだなとふうにびっくりしとるわけなんですが、ただ、その愛川ではなんか一般の人が全然見に来ないというか、開会式の時に見た時は、観客というか一般の方4人ぐらい、4、5人しかおらんかったし、表彰式閉会式の時もどうだろうな、10人もおったか、12、3人ぐらいおったんだろうか、2階のそのランニングコースみたいなとこあるとこからこう覗いとる人がパラパラっとおるぐらいで、すごい、18回もやっとるんだけど地元にはなんかあんまりパッとせんかなっていう、そんな感じの版画甲子園なんですけど、これなんとかみんなにもっともっと知れ渡るように
広げていかれんもんかなと思ったところです。酒の話とは全然関係ねえんですが、まあ、高校生も三日三晩頑張ったっていうようなそんな感じの大会なもんで、ちょっとここで話をさせてもらいました。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、版画甲子園の話でした。